Many small and loosely coupled components connected only through APIs. We build it and run it. Is it a microservice? No. It's JAWS UG. はい、ありがとうございます。はい。JAWS Days 2022サテライズ、はい、すべてのセッションが終わりましたので、ここで私が、簡単に最後のご挨拶をさせていただきたいと思います。手短に終わりたいと思いますので、ちょっと懇親会早めに行きたいという方はですね、ちょっともうしばらく私のセッションにお付き合いいただければと思います。はい。参加申し込み者数ですけれども、2409名の参加申し込み者数まで到達いたしました。本当にありがとうございます。昨日時点でまだ2000名到達という段階でございましたけれども、これだけ多くの方にですね、当日参加いただきまして、ここまで、申し込み者数伸ばすことができました。本当にありがとうございます。で、最大の同時視聴者数も782名という算出が出ました。こちら IVS での視聴者数を加えて、オービスでの視聴者数ですとか、あとはサテライト会場の視聴者数も含めての算出になります。ジフバーさんの講演の中でこちら記録させていただきました。本当にありがとうございます。で、またちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、本日5トラック63セッションスピーカー延べ122名の方に登壇いただきました。本当にありがとうございます。そして、54の企業サポーターの皆さん、そして85名の個人サポーターの皆様に支えられて、JAWS Days 2022、開催することができました。本当にありがとうございます。そしてですね、今回サテライト会場にですね、協力いただいた JAWS UG の、メンバー、約111名、そして、ボランティアスタッフとして31名、また AWS の社員の方もですね、スタッフとして35名参加いただきました。皆様の協力なしにはですね、このJAWS Days 2022サテライト、運営ができなかったと思います。本当にありがとうございます。そして我々実行委員もですね、私含めて19名のメンバーで動いてまいりました。そして、実行委員のみならず、スペシャルサンクスとしてですね、 AWS の沼口さん、亀田さん、そして、コミュニティヒーローの山口さん、小田さん、そしてハンズオンのコンテンツを作成いただいた、初心者支部の皆さん、 CDK 支部の皆さん、本当にありがとうございます。で、実はですね、この6月20日に全体のキックオフしてからですね、わずか15週ですね、110日でこのイベントを開催することになりました。3ヶ月、と少しの間ですね、短い期間ではありましたけれども、配信の基盤の構築ですとか、グッズのデザイン、と手配、幕張の動画の作成などなどですね、短い期間の中でですね、皆さんの協力があったからこそこのイベントが無事終わることができるかなと思います。本当にありがとうございます。本当に皆さんのたくさんの方にですね、支えられて JAWS Days
2022が運営されています。本当にありがとうございました。さてですね、プレゼント企画をですね、改めてもう一度オープニングに引き続き再掲したいと思います。まだの方ぜひですね、こちらの方も、タンブラーを、プレゼントいたしますので、ぜひですね、まだまだツイートされあ足りないという方はですね、このベストツイート賞を目指してですね、ぜひ本イベントのツイートをしてください。アンケート賞も、あります。はい、こちらもタンブラープレゼントいたしますので、ぜひご参加ください。アンケートですね、こちらのフォームになりますが、終了後にもですね、各種案内を出させていただきますので、参加された皆さん、ぜひアンケートにご協力いただきたいと思います。またキーワード集め探しゲームですね、バーチャルサテライト会場に隠れている6つのキーワードを探し出して、回答いただきたいと思います。こちらも多くの方にすで、に回答いただいております。はい、まだの方、バーチャルサテライト会場が閉まる前までにですね、ぜひ全てのキーワードを探して回答いただきたいと思います。で、この本クロージング後についてですね、ちょっとお話したいと思います。で、各会場で懇親会に参加される方、はい、ぜひ参加者同士で交流を深めていただきたいと思います。もうすでにですね、会場の都合上早めに、後片付けをしている会場もございますので、はい、もう始めているところもあるのかなと思います。はい、ぜひ交流を深めていただきたいと思います。そしてオンライン参加の方ですね、まだお話足りないなという方はですね、バーチャルサテライト会場に残っていただいて OK です。はい、ぜひ交流を深めてください。バーチャルサテライト会場は、20時まで開放しております。ただし19時以降はですね、入場できなくなりますので、はい、喋り足りないなと思ったらですね、このバーチャルサテライト会場に、はい、ログインをして、お話をしていただきたいなというふうに思います。あとですね、参加者の皆さんにですね、ぜひアウトプットをしていただきたいと思います。はい、ブログ、ツイッター、いろんな媒体がありますので、ジョーズデイズ2022の感想や学んだことなど、ぜひアウトプットしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、最後にですね、ジョーズデイズ2022の振り返りリチアーズ、開催をいたします。11月4日と来月になりますけれども、オンラインで、振り返り会をしたいと思います。ぜひ、この振り返り会に参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、それではですね、今回、以上にしたいと思います。また、次のジョーズデイズ、そして次のジョーズユジーの勉強会でお会いできればと思います。本日は本当にありがとうございました。